はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、またガジェットネタ、この間のピクセル7に引き続きガジェットネタになるんですけれども、今回ねお話しするのはこちら。僕使ってるのはこれ Android Wear っていう、Wear OS っていう Android のスマートウォッチなんですけれども、このスマートウォッチでの、タッチ決済が、ついに日本でも解禁されました。はい、海外では先行して2年ぐらい前から、タッチ決済がもう解禁されてたんですけども、日本はややこしいんですよ。海外の場合はほとんどが NFC っていう、規格で全部運用されてるんで、大丈夫だったんですけども、日本の場合はフェリカっていう日本独自の企画っていうのが非常に多く、普及してて、まあ、スイカとかパスモとかイコカとか、あの辺全部フェリカになるんですけれども、それが幅を利かしてたっていうのもあって、その辺の最適化がうまくできなくて、日本はずっと使えなかったんですよ。なんで、ついこの間、つい先日までは、Google Pay の、ウォッチのアプリが入ってるにもかかわらず有効化できなかったんですよね。ずっと無効で、使えないっていう状態になってたんですけども、10月の頭ぐらいの、アップデートでついに解禁になりました。なのでね、今回それのお話をしていこうかなと思います。はい、で、Android Wear での、Android Wear って前の名前なんですよ。 Wear OS って名前変わったんですけど、分かりにくいんで Android Wear で話しますけども、これでの、タッチ決済が使えるようになったのは、現時点では NFC を利用した、クレジットカード、デビットカードのみっていう形になります。なので、まあ、僕が今回、手続きをしたのは、UFJ のビザデビット、デビットカードですね。決済すると即口座から引き落とされるっていうタイプのカードになるんですけども、それのタッチ決済が使えるやつっていうのを僕は今回申し込みました。はい、で、ちょっとこれ1個注意点なんですけど、僕間違えたんですよ。僕間違えたんですけど、 UFJ のビザタッチ、 UFJ のビザタッチはデビットとクレジットの2種類があります。デビットとクレジットの2種類があって、デビットの場合は、決済すると即引き落とされるタイプで、クレジットの場合は翌月に引き落とされるタイプっていうタイプになってて、まあどっちも良し悪しがあるんですけど、こっちのクレジットの方は、このAndroid Wear のタッチ決済に対応してません。はい。なのでこれ間違えないように気づいてください。僕は間違えてクレジットを作ったんですよ。クレジットを作って登録できねえってなって調べると使えない上にクレジットの方年会費かかるっていうことなんで、そっちはもうキャンセル、解約しようと思ってます。はい。そこ気をつけてください。はい。で、他いろいろあるんですけども、その辺はね、Google Pay のホームページの方から何が使えるかっていうのは確認してください。はい。その NFC を使ったタッチ決済のクレジットカードでも使えるものと使えないものっていうのがあるので、気をつけてください。はい。で、あと、今言ったように NFC のみになるので、フェリカを使ったものっていうのは全部使えません。なので、スイカだったり、パス、スイカだったり、イコカだったり、その辺のものは全部使えないっていう形になります。ただね、じゃあ使えないです。携帯の方はパスモとかも使えるんですけども、時計の方は、NFC しか使えないっていう形になります。それなんでかっていうと、日本で発売されてる、このスマートウォッチ、Android のスマートウォッチのほとんどがフェリカを積んでないんですよ。なんで、まあ、たとえアプリ側で対応したとしても、こっちにフェリカのチップが入ってないんで使えないっていう感じになります。はい。なので、その辺気をつけてください。だから電車に乗るのはこれでは乗れないっていう感じになります。そこはね、 Apple Watch にちょっと負けてるなっていう感じの部分ではあります。
ただ、この間 Pixel 7と一緒に発売された、Pixel Watch ですね。 Pixel Watch だと、Suica のみ使えるっていう形になるので、まあ、時計でね電車に乗りたいっていう方は、その Pixel Watch を使ったらいいんじゃないかなとは思うんですよね。思うんですけど、あれあれでね結構ややこしいんですよ。僕もいろいろ調べてみると、まず登録の仕方がむちゃくちゃややこしいっていうので、まあ、今までねスイカ携帯で使ってはった方は携帯にスイカのカードが入ってると思うんですよね。 Google Pay に登録されてて入ってると思うんですけど、それが入ってる状態だと Pixel Watch に登録できないんですよ。なんでそっちを一旦削除して、で、残高は、クラウドに預けて、サーバーに預けて、その状態で一回 Google Pay から削除して Pixel Watch の Pixel Watch 専用のアプリの方で、Suica の登録をして、またサーバーから残高を引き落としてくるっていう風なやり方をしないと Pixel Watch で使えないんですよ。で、チャージとかも、そのお財布携帯アプリとか Google Pay アプリからはチャージできなくて、Pixel Watch アプリからチャージしないとダメっていう風になったりとか、あと携帯の方の Google Pay だと Suica の定期とかが使えたんですけど、Pixel Watch を使った Suica になると定期が使えなくなるっていうのがあったりするんで、結構ややこしいっていうのがあります。その辺はねやっぱり Apple Watch にちょっと負けてる部分なのかなというふうには思います。はい。で、今回使えるようになったっていうのがあるんですが、おそらくですよ、おそらくなんですけど、まあ、Pixel Watch がフェリカを積んでるんですよね。だから、Suica が使えるってことはフェリカを積んでるんですよ。っていうことは後々は、使えるようになってくるんじゃないかなというふうに僕は予想してます。っていうのも、僕使ってるこの TicWatch Pro ってやつなんですけど、僕のやつ TicWatch Pro 3ってやつで、もう2年前ぐらいだったかなに買ったやつなんですけど、実はこれ、公式では書いてないんですけど、フィリカ乗ってるらしいんですよね。これをバラして中身を確認した人がフィリカのチップ入ってるじゃんっていうのに気づいたらしくて、そのメーカー自体は使えないからっていうので載せてはおいたけど、現状使えないからって言って公式では歌ってないんですよ。歌ってないんですけど、フェリカ乗ってるらしいんですよね。で、他のやつでも何種類かそういうのがあるらしくて、で、Google もそれは一応把握してるらしいので、もしかしたらそのうち、フェリカ対応っていうのも来れば、もうちょっと使いやすいスイカとかね、その辺がいけるようになるんじゃないかなと思いますんで、その辺期待したいなと思います。はい。なので、今回僕は、UFJ のタッチビザタッチデビットっていうやつを、登録しましたんで、それの使い方を説明していこうと思います。はい。そしたらですね、ちょっとねうちのレジの、このカード決済の機械を使って実際やっていこうと思います。これ今トレーニングモードにしてるんで、決済の処理はできるけど、売り上げは上がらないっていう感じにしてあるんで、これでね実際やっていってみようと思います。で、このスマートウォッチでタッチ決済する場合、僕の場合はさっき言ったように、UFJ のビザタッチデビットっていうやつにしてるんで、お店の人にね、使うときは、ビザタッチでっていう感じで伝えてあげます。これは多分ねほとんど一緒だと思うんですけど、ビザタッチでお願いしますって伝えてあげると店員さんがねレジの操作して、この端末にね、クレジット決済の処理をしてくれるんで、カードを読み取ってくださいって出たら、これちょっと見にくくてごめんなさいね、上下逆でごめんなさい、これは機種によって変わるんですけど、これで Google Pay を開いてあげて、これでピッとやってあげる。そしたらこれで決済完了っていう形に
になります。で、デビットなんで、銀行口座からもうその決済金額が引き落とされるっていう形になります。これ、さっきの画面を出してないとエラーが出ます。この何も出てない状態でピッてやるとエラーが出ます。なので必ず、アプリを立ち上げた状態にしてタッチしてあげるようにしてあげてください。はい、まあそれだけなんですよね、使い方はね。なんで、そういう感じで使ってあげると、もう携帯も出さず財布も出さずにもうここだけでねピッとできるようになるんで非常に便利になります。で、Android の場合、このウォッチフェイスってのは結構カスタマイズがいろいろできるんですよね。で、いろんなカスタマイズをできるウォッチフェイスのアプリとかもあったりするんで、この画面の中にショートカットを配置したりとかいろいろできるんですよ。なのでそれを使ってあげれば、さっきみたいにねここのボタンを操作してアプリ一覧から Google Pay 出してっていうことをしなくても、ポッとショートカットをしたら Google Pay がピッて出てきてもうピッてできるようにっていうのもできたりするんで、その辺はねちょっと工夫してもらったらいいと思います。はい。で、もう一個ね注意点があって、他の決済サービスはちょっとどうか分かんないんですけど、 UFJ のビザデビット、ビザタッチデビットに関しては今回僕結構ねややこしかったんですよ。っていうのは今まで持ってなかったんで、まあ UFJ の口座は持ってたんですけど、そのカード持ってなかったんで、UFJ のアプリから、そのデビットカードで、オンラインで発行したんですよ。オンラインで発行したんですよね。だからカード僕 手元にないんですよ。カードに手元になくてオンラインのカードを発行したっていう形にしてるんですけど、発行してまずスマートフォンの、スマートフォンの Google Pay に登録したんですよね僕で。登録すると、本人確認をしてくださいって出るんですよね。そこら辺はやっぱあの銀行なんでお堅いというかね、本人確認をしてくださいっていうので電話をしないと本人確認ができないんですよ。でその電話くっそ待たされたんですけど、めっちゃ待たされた挙句電話つながりました。で、本人確認の、やり取りをして本人確認ができましたで使えるようになりましたと。そしたら次にこっちの、ウォッチの方、スマートウォッチの方で Google Pay のアプリから、そのカードが一覧に出てくるんでそのカードを選択するとまた本人確認してくださいって出るんですよ。で、本人確認してくださいでスマートフォンの方に電話番号がパッと出てくるんですよ。でそっから電話してまた同じことをしないとダメなんですよ。で、その UFJ の人に言われたのが、どっちかしか使えませんって言われたんですよね。こっちのスマートフォンの方かこっちの時計の方かどっちかにしか対応し、どっちか片方しか使えませんって言われたんで、その電話口で、さっきモバイルフォンの方で登録しましたけどじゃあウォッチの方に変更しますかって聞かれて、じゃあもうウォッチの方に変更してくださいっていう形でウォッチの方に変更してくださいって言ったら、あじゃあそれで処理しますって言って、画面に本人確認完了しましたって出てきて使える状態になったんですよね。で、まあこっちのスマートフォンの方でこうピッていうのはできなくなったけど、まあこっちで使えるからまあいいわと思ってたんですけど、今やったら使えるんですよどっちも。これはバグなのか仕様なのかっていうのが分かんないんですけど、こっちのスマートフォンの方も、普通に使えちゃいます。なんで、こっちのロック画面だけ解除した状態でピッてやってあげたら、こっちでも決済できたんで、もしかしたら普通に使えるのかもしれないっていう感じ。これはもうそのカードによって違うと思います、扱いが。なのでその辺はちょっとカード会社に確認してもらうっていう感じでやってみてください。とりあえず今現状では僕のやつは両方使えるっていう感じになってます。UFJ ビザタッチデビットの場合ね、はいっていう感じになってますんで、これでね、いよいよこう財布を持ち歩かなくても大丈夫な、生活が確立していきつつあるんですけれども、どんどん便利になっていくんでね、いろいろ、取り入れていこうと
思います。なのでまあちょっとね、その辺気になってる方とか、あと Android ユーザーの人で、コンビニとかで Apple ユーザーの人が Apple Watch でねピッて決済してるの見て羨ましいなーってこう指を加えてた人とかは、ちょっと調べてみてください。まだちょっとね、解禁されたばっかりなんでいろいろ制限があったりとかっていう部分はあるんですけれども、使いこなせばうまく便利に使えると思いますんで、気になる方は一回 Google Pay のホームページ確認してみて、やってみてください。はい、というわけで、今回は、Wear OS でタッチ決済解禁きたという動画でした。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。